全国和牛農業協振会におきまして、宮崎牛が美味しさ日本一の称号を勝ち取りまして、これで4大会連続の内閣総理大臣賞を受賞したということで、4大会連続日本一を獲得したというようなものになります。昨シーズン日本一を勝ち取ったバファローズの皆様に、本日日本一の宮崎牛を食べていただきまして、連続日本一を、自分が焼いたんで、いつもより美味しく感じます。もちろん100点です。100点です。日本一の宮崎牛って言うんですけど、お味の方はいかがですか？やっぱり、そうですね。今まで食べたことないぐらいの美味しさだったんで、すごいびっくりしました。パワーをもらえた感じとかしました？そうですね。まあ、これを食べて、この宮崎キャンプをしっかり頑張っていきたいなと思ってます。はい。
宮崎キャンプ第1クール終わりましたけど、ここまでのキャンプいかがですか？はい、とても充実してますし、たくさん学ぶこともできたので、次の第2クールからもしっかり、内容にこだわって頑張っていきたいなと思ってます。ちなみに学ぶことってどういうことを学びますか？そして1年間通して の取り組み方であったり、技術の仕方でなど、たくさんコーチ陣からも教えてもらったので、もっともっと自分のものにしていけたらいいなと思います。ちなみにチームの中で仲良い選手ができますか？そうですね、まあ、先輩方もたくさんいい 方なので、まあ、全員ともっともっと仲良くなりたいなと思います。チームはリーグ3連覇と日本一で、日本一を狙っていますが、今シーズンの対戦しても目標というのを聞かせてください。はい、1日でも早く、開幕1軍に、入って、自分の投球をして、自分もその 3連覇、日本一2連覇っていうのに、自分も活躍できたらいいなと思います。今日お肉を焼いた、はい、ご自身の採点はいかがでしたか？100点だと思います。はい、そういうところがこううまくいってやってます。実際に食べてみて美味しかったんで、まあ、美味しければいいと思うんで100点だと思います。日本一の宮崎牛ということでしたけど、はい、何かこう食べてパワーもらったりありましたか？そうですね、まあ、休日にこうやって美味しいお肉が食べれたんで、また明日からも練習が頑張れそうです。ちなみに普段お肉ってよく食べられるんですか？お肉は、はい、好きです。どういうとこか、どの部位が好きですか？焼肉とかやったらタンとか好きです。キャンプも第1クール終わりましたけど、1週間やってみていかがですか？そうですね、初めてのことだらけだったので、まあ、疲れた部分もあったんですけど、まあ、しっかりその第1クールで学んだことを第2クールからも生かしてどんどん成長していきたいと思います。どういうことを学ばれましたか？本当に野球の基礎をいっぱいやったので、改めて野球の基礎が大事なんだなというのは第一クールで学びました。チームはオリックスになります。リーグ3連覇、2年連続の日本一を狙うチームですけど、今シーズンの目標を聞かせていただけますか？本当自分もそのチームの3連覇に貢献できるような選手になれるように、しっかりこのキャンプで力をつけてやっていきたいと思います。内藤選手と仲いい選手とかどうですか？石岡さんとか結構仲良くて、まあ、面白いです。今日も振る舞いというかすごいお似合いだと思うんですけど。本当ですか？ご自身ご覧になりましたか？さっき写真で見て、はい、いいなと思いました。まあ、こういう本格的な料理というか、はい、体験とかってありますか？いや、初めてです。どうでしたか、今日は？いや、楽しかったんで、また機会があったら焼きたいと思います。ありがとうございます。お願いします。今日お肉を焼いてみて、自身で焼かれた点数、採点食べてみてどうでしたか？点数です、はい、多分自分100点ぐらいうまく焼けて美味しかったです。日本一の宮崎牛ということですけど、どれぐらい美味しかったですか？いや、なんかもうなんかもう噛んでる感じなくて、なんかもう美味しかったしかもう言えない感じはあります。どうですか、今まで食べてきたお肉と比べて違いますか？やっぱりなんかもう結構はい、レベルが違った感じはありました。第1クールが終わりましたけど、キャンプでここまで1週間やってきていかがですか？やっぱキャンプ最初はすごく緊張してた部分もあったんですけど、最後の方はなんか充実してうまく練習もできてたので良かったかなって思います。どういうところを意識してキャンプに挑まれてるんですか？やっぱまずは体を大きくすることだったり、柔軟だったり、
まず怪我しないっていうことを意識して頑張ってます。仲いい選手とかできましたか？はい、自分ちょっと人見知りちょっとはい、部分もあるのであんま話すことはできないんですけど、同じ高卒とか同じ、はい、同じ時に、はい、結構仲良くはなれたかなって思います。今シーズンの目標をお聞かせください。はい、今シーズンはまずはどんどん体を大きくして体を作って、少しでも早く一軍出場できるように頑張っていきたいです。プロ野球選手になってキャンプを見てみて、一番こうプロの先輩方見て驚いたこととか発見とかってどんなことありますか？プロ入ってからやっぱり全てのピッチャーのキャッチボールだったり投球練習を見てるとやっぱ自分と全然伸びが違かったりして、やっぱもうなんかすごくレベルが高いっていうのが分かりました。これからそこに追いつき追い越せるような感じですか？はい、追いつけるようにこれからちょっと頑張っていきたいです。